皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。エミです。ロサンゼルスからお届けしております。アメリカではですね、3連休が終わりまして、月曜日まで3連休だったんですけどね。まあその間に、これはね、日曜日の夜でしたね。娘がこのシーフードのね、お店に連れて行ってくれたんだけどね、めっちゃ美味しかった。これでね、2人で50ドルプラス飲み物だったんですけども、これはあれだよね、あのエビとザリガニ。うん、でもね、すごくソースがね、これはアジアン風味のシーフードのお店だったんですよね。だから普通のね、まあ、シーフードのお店も結構あるんだけども、それにアジアンテイストが入っておりまして、普通のところよりもさらに美味しかったんじゃないかという、そういう噂を聞きましてね、行ってきたんですけども、ここはね、娘が17歳のお誕生日の時に行ったところで、私は初めて行ったんですけどね、また行きたいなと思いましたね。こういうところって日本ではあるんだろうか。あとは昨日はちょっとお買い物、グロッシリーショッピングに行ってね、このシャインマスカットを見つけてしまいまして、初めて買ってみました。これでいくらだと思いますか？日本でもめっちゃ高いんだよね。これでね、30ドルだから5000円ぐらいなのかな。すごい期待してたんだけども、めっちゃ甘いって聞いてたんでね、うん、期待してたほどじゃなかったかなと思いましたが、また30ドル払うかって言ったら払えません。あと最近ですね、もうジムに毎日のように通っておりまして、もう汗をかいているんですが、それでもなぜか体重が増えるというね、そんな話をこの前の寝転び配信でもしてたんだけれどもね。でもまあ筋肉が増えてるからじゃないかなんて話もしてましたけども、私ね、これ6年前に娘がこれラスベガスでね、チアの全国大会に行って優勝した時のものなんですけども、その時にこれ夫と一緒にね、ホテルの部屋で撮ってるんだけども、この頃の体型にね戻りたいんですよ。はい、その話をねこの前の寝そべり配信でもして、プライベートのじゃあコミュニティにこの写真載っけときますって言って載っけたら、皆さんからめっちゃなんか素敵なコメントたくさんいただきまして、ありがとうございます。ちょっと恥ずかしかったです。そして今朝ですね、こんなメッセージをいただきました。サマーグレイス、エミさんご存知でしたか？私知りませんでした。ライブ最初のピアノ奏曲がサマーグレイスって、歌はなくピアノ曲としてアレンジって、風さんどこかで言われてましたっけ、教えてください。ということでですね、これね、この前のね、風くんの日産スタジアムライブの一番最初ですよね、そう、芝生の真ん中に置かれたピアノで風くんが弾いたこのサマーグレイス。そう、私も最初ね、サマーグレイスってみんなが言ってるのを聞いて、どこからサマーグレイスっていうのが出てきたんだろうって同じ疑問を持ったんですけども、答えはね、この生配信の動画の中にあるんですけども、このね、下のところがこう区切れてるんですよ。こちらまずオープニングって書いてありますけども、そしてその次の場面に行くと、こちらサマーグレイスというふうに出ております。なのでどん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 行くとね、その今弾いている曲名とかが出てくるんですけども、他のは全部普通に題名だったけども、このグレイスだけがサマーグレイスになっておりましたね。なのでここからの言葉だから、公式の方でサマーグレイスというふうに入れているので、皆様サマーグレイスと呼んでるんだと思うんですけど、本当でもこのサマーグレイス素敵じゃなかった？最初のタラ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 って何の曲だ最初はと思ったけどね、もう素敵すぎた、もう大好きですね。ということで今日は皆様からいただいた質問に答えていこうと思っているんですけども、最近感じるのがですね、私ありがたいことに登録者がぐっと増えたんですけども、新しく風くんのファンになった方も多いなと思っておりまして、こちらね、風民様教えてください、日産スタジアム以降ちょこちょこ名前を目にするあれちゃんって誰なの、ということで、これを見た時に、あ、なるほどと、私はみんなが知ってるという体で話したけども、ちゃんとそういうところもこれからはちゃんと説明していかなくちゃいけないなと思ったんですけども、これはねありがたいことに視聴者様が答えてくださいまして、アレちゃんはアレックス川本さん、
祭りの振り付けをされたダンサーさんです。 YouTube やインスタでつながると楽しいです、ということでね。そして、ああなるほどなるほど、すっきりしました、教えていただき感謝です、ありがとうございます、というふうに返信をなされておりましたけども、そうですね。そしてそれに付け加えるとすると、キラリでもバックダンサーとして踊っていた方でございます。そして昨日のね配信でも、風くんのファンがやっているこちらのラジオのご紹介をしましたけども、よかったですね、これね。それでこれが10月分ですけども、そして先月はね、私もゲスト出演させていただいて、夢の輪というアプリでアーカイブが来ますという話もさせていただいたんですけれども、ラブライトさん、なんじゃと、岡山市民です、ありがとうございます、ミステークから大好きになったものです、聞きます、ほんまにありがとう、ありがとう。ダッチさん、なぜか山田だと思っとったんです、いないなと、これも大納得ということでね。ダッチさんね、あの山田健人監督ですよね、ダッチさんっていう風に呼ばれていますね。いや、お役に立ってよかったです。そして昨日はダッチ監督のね、リーダー論のお話を私の経験談も交えてお話しさせていただいて、この話をしたらもう1時間を話せますということを言ったんですけども、そしたら MH さんからリーダー論1時間みっちりお聞きしたいですというコメントをいただきましたが、いや本当にですね、私今までいろんなリーダーをしてきまして、まあ本当に遡れば中学のもう班長から始まるんですけども、まあ、その銀行時代もね、昨日お話ししたような、あのそういうオフィサーにも本当に若いうちに昇進して、部下が全部年上だったというそういう経験もしましたし、その中で学んだこともたくさんあるんですけども、あとはやっぱコミュニティの中でも、そのブラッカニーズ、あの黒人と日本人の子どもたちのためのコミュニティを作ったりとか、あと娘がチアのキャプテンをしていた時もね、私もママキャプテンにさせられて、そのもういろんな癖のあるママさんをまとめたりとか、まあ、いろいろその他にもいろいろあるんですけどもね、あの、まあ、1時間はここでは話せませんが、まあ、一つ言えるとしたら、まあ、それは銀行時代に培ったものですが、あのリーダーというのはやっぱ母親のような存在であるのが一番だというようなことを聞いたことがありますね。そしてやっぱり母親というのは子供に愛情を注いでおりますので、まずその愛情があるのが大前提なんですけども、子供のことを信頼していない母親ではなく、こう温かく見守って子供のことを信頼している母親という意味なんですけども、まあ、寄り添って、そしてまあ引っ張っていくだけではなく、温かく見守るっていうんですかね、信頼しながら、まあ、そういう存在であるのが理想的だというのを聞いたことがありますね。そして私もその考えに大共感ですし、その考えというのはやはり風さんとかダッチさんのリーダー論にも共通するところがあるなとも思っております。またこの話はね、いつかできることがあったらプライベートチャンネルでも1時間みっちりあの動画作ろうかなとも思いますね。そして藤子さん、エミさん、毎回エミさんの優しさがあふれてほっこりする配信をありがとうございます。以前朝の瞑想中にワンネスを感じる経験をしたとおっしゃっていましたが、エミさんは瞑想をどのように行っていますか？床または椅子に座って何か音楽を流しますか？私も3年ほど前から瞑想を始めましたが、まだまだワンネス体験には至っていません。風くんもきっと毎日の瞑想でワンネスを感じたり、宇宙からインスピレーションを受け取ったりしているのでしょうね。機会があれば風くんに瞑想方法を聞いてみたいですって。私も風くんに瞑想方法を聞いてみたいですね。私はですね、これがいい悪いじゃない、私の一番楽な格好なんですけども、あの寝転がったままやっております。でも結構座って風くんはやってるよね。だから座ってやる方もいらっしゃるし、それは自分の心地のいい方法でいいんじゃないかと私は思うんですけれどもね。そして結構ね、私は朝の誘導瞑想とか夜の誘導瞑想とか、もう YouTube でググってあの気に入ったのを聞きながらやったりするんですけども、いや将来的に私ね、そういうのを作りたいとも実は思ってるんですよ。朝の瞑想と夜の瞑想、うん、それもちょっとね、いつかね作りたいですね。で、藤彦さんがおっしゃってる私のその不思議体験なんですけどね、それはこちらの動画で話しておりますので、もしよかったらこれ概要欄につけておきますので、もし興味があったら見てください。すごい体験をしました。
まあ、ちょっとだけ話すとですね、私3歳の時に不思議体験をしていて、上から自分を見ていて、まあ、自分の前世を見たり一生を見たり、もうこの人生は過ぎてみれば一瞬の夢のようだという感覚に陥ったりとか、そういう体験をしているぐるぐる体験なんですけどね、それをねもう一回体験したいと思ってたんですよ。ただそれにすごく近い体験をしまして、もうまさにね、もうハイヤーセルフとつながってるというか、ハイヤーセルフの視点から自分を見ているような体験で、もう周りがですね、もう愛おしくて愛おしくて涙がボロボロ出てきてですね、っていう、そういう体験でしたね。そういえばね、先日視聴者様からですね、お子さんが体内記憶っていうんですかね、持ってる方のお話の YouTube の動画が送られてきまして、その話がですね、まあ、いろんな雲の話とかも出てくるんですけども、風くんのフィーリングッドの世界、すごくね共通するところがあるなと思って、私もすごいなんかわかるなと思いながら見させていただいたんですけど、その方もねきっとエミさんだったらわかるだろうと思って送りましたみたいな感じのことをおっしゃってましたけども、もし興味があったら概要欄にこれもつけときますね、見てみてください。ということで、最後は25日に家族のねライブに参加したというしっぽなさんからのお写真動画で終わりにしたいと思います。ということで、今日も皆様にとって素敵な一日でありますように。 Have a wonderful day everybody。 エミでした。ではお楽しみください。